これがですね、うどん谷空港の、チェックインカウンターで A の部分でもうほとんどひとまとまりになってますね。でここはビートジェットとかスマイルエアとか の販売カウンターがこうありますね。で向こうがチェックインで、この時間帯は今ノックエアをやってるんですけど、今日もまとめてね、いろいろやるようです。だからなんだろうな、もう向こう側が5、6、こっちが1、2、3、4みたいな感じで、ここにね入り口に書いてあるんですね。ここのところに、この1、2、3が、そこが1、2、3ですね。これがスマイルとノックとベトジェットで、5、6がライオンエアとエアアジアという感じになりますね。こんな感じで、で A のこれがね、そのままゲートナンバーが1、2、3で、向こうが5、6になりますね。ということで、私は一応チェックイン終わったので、そのままですね上の方に上がっていきたいかなと思います。そのまま、上が登場。もうこんな感じで上がってくると、もうこれしかないですね。ここが1、2、3のゲート1、2、3、ここはちょっとVIPルームで、向こうは入れない感じになってて、でここトイレがあるけどちょっと今使えないみたいな感じになってますんで、こんな感じでございます。やっぱりこじんまりしてますよね。さすがうどん、でも国際空港なんですよね。ということでチェンマイに向かって行ってきます。こんな感じでほんわかムードですね。のんびりムードで、でこっち側がゲートですね。なんだろうな、あそこがゲート1だから、まあそうしかないのかな。今なんか乗ってるけど、あれは何でしょうか。まだ俺の便は早いから、来てる飛行機みたいなのか。うどん谷国際空港なんですけど、非常にね優しい感じで、多分ですね、ウタパオに近いんじゃないかなと思います。ウタパオよりもちっちゃいかもしれませんけど、本当なんかバスターミナルみたいな感じでですね、のんびりした雰囲気で、まあ、うどん谷からですね、この前の便がベトジェットで、スワンナプールだったんですけど、チェンマイにやっぱ行く便は少なかったですね。ということで登場です。この黄色のねポロシャツがあれば買いたかったんですけど、ポロシャツはないんですよ。結構でもね映える制服でいいですよね。この前側がね、一応割と広々と、LCC の割には、なんていうかな、静かな席という感じなんでしょうか、取っておりまして、あとあっち側のね、この先見るとまた黄色いカバーがかかってますけど、非常口のところも一応プレミアムシートみたいな形になってますけど、ただあそこはね英語が話せないと非常の時にですね助けられないとダメなので、いろいろ英語で質問されますから、それに答えられないでぼーっと口開けてると席変えられてしまうので、お金もったいないから、この辺りがよろしいんじゃないかと思います。まあ同じ飛行機だろうから当然なんですけど、またこの方のステッカーがたくさん貼ってございますね。応援しましょう。ノックのですね LCC としては、まあまあシート間隔は空いてるんじゃないかなと思います。だいたい僕も国内でピーチとかねジェットスター乗るときはもうすごい安いチケットの時しか取らないので、だいたい一番前の席を乗るんですけどね。まあ1時間のフライト全然苦にならなかったですね。結構やっぱ空いてますね。チェンマイ行きなんで、まあ、バンコク行きではないですね。ノックしか飛んでないから高いんですよ。こんな感じです。後方も全然空いてますね。非常口もねこんな感じです。今日は737の800ですね。またこの方の広告がすごいですね。同じ飛行機だからな。ね、雨が降ってます。もうこれで搭乗終わりましたから、多分オンタイムで飛ぶでしょうね。それでは1時間で到着でございますので、もうとっとと準備してとっとと降りる感じなので、やっぱ空いてるといいですね。だけど空いてるから
どうかな、そのうち飛ばなくなっちゃうと困りますよね。ノックエア頑張ってもらいたいと思います。ノックエアはですね、タイ国内線は結構カバーしてて、チェンマイ、チェンライは当たり前ですけど、結構ねバスでしか行かれないのかなと思ってたエリアもカバーしてるんですね。よかったらネットの方で見てみてください。またチェンマイに戻ってきました。まあまたエアポートタクシーで行きます。まあうどん谷はうどん谷でね、素晴らしいところだと思いましたけど、のんびりしてていいですよね。チェンマイは混んでますね。こんな感じでフライト待ってる方たくさんいますね。次はうどん谷に飛ぶ便かな、これはね、なのかもしれませんけど、じゃあベッドジェットですね。こんな感じで結構待ってますね。なんか不思議とバンコクから来た時はなんかチェンマイにね、久しぶりだなという感覚でしたけど、やっぱり1週間ぶりなんで、もう慣れてる感じになっちゃいましたね。また戻ってきたそうみたいなことで、2回目のチェンマイになります。荷物出て空港の中にも目の前にですね、SIM カードを売っております。もしタイの SIM を一度も入れたことがない方はこちらでやってもいいと思いますが、過去にやられていればですね、セブンイレブンで買うのが一番安いんじゃないかなと思うので、セブンイレブンを目指していただいて、で万が一ダメだった時はもう一回空港でねやってもらうしかないですけど、ただ空港だったらやってくれる、セブンイレブンだったら自分でやる、その金額の差が工賃だと思っていただければまあいいんじゃないかなというふうに理解しております。私はね、正面左手はレンタカーとかありましたね。で右手の方も、ごちゃごちゃといろいろありました。で振り返ったところにタクシー乗り場、エアポートタクシーあります。で近場は150で、で前回、到着の時はですね150のエリアだったんですけど、B2 グリーンホテルは150で行けましたが、今回リバーサイドの方なんでちょっと遠かったですから、今回は200バーツ、費用がかかりましたので、そこはあらかじめねご理解いただければと思います。確かにね走ってみればね遠いですからよくわかります。それは50バーツ高いのは当たり前だなと思いながら、こちらでねホテルをちゃんと告げたんですけど、リバーサイドがね3つぐらいホテルがあるんですよ。それでタクシーのドライバーが最終的にね、そこの細かいところが書いてないからって言って、間違えたところに行ったんですけど、私は私でね Google マップで見てたんでここじゃないよみたいな形で1回1回ホテルにね確認して進んでいきましたので、そこはちょっとねこの前回よりは手間がかかったかもしれないんで、そこだけリバーサイド泊まられる方はね気をつけていただければと思います。ホテルが集中してますんでね。ということで、また1番からね出ていきますので、この後は同じだと思います。いかがでしたか。今回はうどん谷空港からチェンマイまでをねお送りいたしました。機内の様子いかがだったでしょうか。次回はですね2回目の宿泊となります、B2 ホテルのですねリバーサイドプレミアムというところを紹介させていただきたいと思います。久しぶりのプールがありましたので、ちょっとリゾート気分で私の気持ちが盛り上がってきましたので、また新たなですね夜の街を散策してきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。それではありがとうございました。バイバイ。また見てね。